アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、山地真理です。私は今 DVD の撮影でタイのパタヤに来ています。はい、私実はですね、パタヤがというかタイが初めてなので、この撮影とても楽しみにしていました。パクチーがね食べれないんですけどもちょっと今回タイではパクチーに挑戦したりとか、あとこっちは今本当は撮影した時期が12月で、日本はタイに来たら33度とかで、ね、すごいあったかくて、もう一気にテンションが上がっていますプールにも入りました。すごい楽しかったです。とてもですね、 DVD 楽しい内容になっていると思いますので見てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。以上、山地真理でした。バイバイ。撮影中一番楽しかったことは、けど、ま、今回ゾウに乗ったりとか、サーフィンというか、サーフィンの上でちょっとこう挑戦してみたり、初めて体験することが多かったので、それが本当にできてよかったなって思いました。楽しかったです。一番驚いたことですか？そうですね、撮影中一番驚いたこと、撮影中ではないかもしれないんですけど、マネージャーさんと泊まっていた部屋のトイレの水が爆発して朝方もうなんかマネージャーさんがやばいやばいって言ってて、目が覚めて、そしたら水浸しになって、あれはびっくりしました海外の思い出です。家に帰って最初にすることは、まず服をバーって脱いで、もう部屋着になって、で前髪をピンで留めて一つ結びにする。じゃあゆるモードになることです。スタイル維持に気をつけていることは、そうですね、なるべく駅2駅、3駅ぐらいは歩いたりとか、あとマッサージしたりとか、湯船に絶対浸かるようにしてます。血行を良くしようと心がけてます。はい、言われて嬉しい言葉は、今回の撮影の時にスチールで撮っていただいた井本さんに、久しぶりに会って女性っぽくなったねって言われて超嬉しかったです今までの仕事で一番印象に残ったことは、けど2017年はでやらせていただいたドラマの撮影で初めて感情をこう爆発的にできた時があって、泣くシーンとかがあったんですけど、あの時は楽しいなって思えて、すごい自分の気持ちも変わった瞬間だったので、お芝居に対してあの時はすごく印象に残ってます。一生忘れないなと思います。仕事がオフの日は基本家にいて漫画読んだり、録画した見てないバラエティを見るか、あと映画館に最近は映画を見に行くか、数少ない友達に会う小学校からのとか中学校からの親友がいて、その子たちに会う。はい、男性にキュンとくるふとした瞬間、仕草なんだろうな、なんだろう、けど不意に触られたりすると素直にドキッとします。なんかほんとさりげなくですよ、なんだろうな、ちょっとこう、あ、いいよ先行っていいよとか、大丈夫だったみたいな時に、そういうさりげなく触られると、私も人に誰かにかまって触っちゃう、立ち上がって、あ、大丈夫でしたって触り返しちゃうんですけどだから自分がする部分されると、あ、意外とドキッとするもんだなっていうのを思いました。ドライブデートをするならどこに行きたい？あ、けど結構行ったことない場所がいっぱいあるので、今一番行きたいなと思ってるのが、まあ、中学校の修学旅行以来に京都にいなくて、で母がこの間友達と行ってていいなと思ってるので、私も行きたいなと思ってます連れてってください。常にカバンに入っているのはイヤホンですね。イヤホンとスイカと携帯
これがあれば一日大丈夫だと思ってます。音楽が好きなのでイヤホンがないとちょっと街歩けないぐらい音楽にはいろいろと頼ってばっかりです。今回の撮影でも撮影中に音楽を流してもらって気分ノリノリでできました。グラビアの撮影で気をつけていることけど、なんだろう、気合を入れること、気合を入れることですね。やっぱりカメラと自分との一対一の戦いだと思ってるので、そのカメラに向けて本当に集中して向き合いたいなっていうのは思ってます。あと見てくださる方がどういう、このグラビアを見たらどういう気持ちになるかなとか思いながら表情とか作るようにしてます。今後どんなタレントさんになりたいか、そうですね、今いろいろと女優だったりとかバラエティだったりグラビアだったりとかあと歌手活動とか本当いろいろさせていただいていて、もう本当にいただけるチャンスというか機会をねやらせていただいてるんですけど、全部表現としてつながっていくので、お芝居がこうグラビアに生かされたりとか歌手活動がバラエティに生かされるとかよくあるので、なんかこれっていう枠にはまらずにちょっとマルチに行けたらいいなって思ってます。グラビアも皆さんの需要がある限り続けていきたいと思ってます。よろしくお願いします。このアイドル日本をご覧の皆さん、この動画を見ていただいてありがとうございます。山地麻里です。はい、今回ですね DVD の撮影していたんですけども、本当に結構素で照れていたりとか、なリアクションの私が笑っちゃったりとかしてるところもあるんですけど、そういうところをひっくるめて見てもらえたら嬉しいなって思います。すごいセクシーな衣装だったりとか可愛い衣装とかいろんな衣装着てるので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。以上、山地麻里でした。バイバーイ。